ユナイトライブカップ、九州沖縄エリア代表パタスファミリー。そのメンバーは老人会りょうさん、老人会メタルセツナ、老人会ぐるぐる侍の3人。このチームにはある大きな強みが。僕が前回の大会で、優勝してるんで、アドバンテージとして、大会に挑むことができたんで強いと思ってます。そう、絶対的エース、日本王者、老人会りょうさんの存在。さらに強いと思ってる人を集めたチームとなってます。パーセンテージを絶対取ってくれると信じてやれるのが強みだなって思います。一言で言うとやっぱチームワークですね、そこに限ると思います。日本王者が認める猛者がタッグを組んだ、まさに強豪チーム。そんなメンバーの得意な戦い方は、守るようなプレースタイルが得意かなというふうに自分では思ってます。全てのデッキを使いこなせるのでオールラウンダーな方だと思ってます。攻めるのが得意なんで、攻めて攻めまくりたいと思います。勝てば個人とチーム戦の2冠達成となる老人会りょうさん。そんな前人未到の大記録へこの3人で挑む。九州エリアの代表として優勝を目指して頑張ります。